の、まあ、疑惑が次々と明らかになってまいりました。アスリートが素晴らしい演技をされた、まあ、その裏で、こういった不透明な金のやり取りがあった、まあ、贈賄収賄ということは、まあ、極めて残念なことですし、まあ、日本が世界に大きな恥をさらしたということだと思います。まだ捜査中で、どこまで広がりを持つかということは明らかではありませんが、まあ、当面その捜査の行方も見定めなければなりませんが、まあ、本当に国辱ものじゃないかと私は思います。日本がオリンピックの裏でこんなことやってたということは本当に情けないし残念な思いであります。最後に沖縄知事選ですが、沖縄知事選、それから宜野湾市